上げた方がいいですよね、なんか、はい、こういうふうな。でなんか、ここに来て、なんか時間をどうするのかっていうのは、ちょっと山形に住む少しだけ。本山社支援法推進自治体議員連盟に所属しております小金井市議会議員の片山薫です。今日の司会を務めさせていただきます。この原発事故被害者の救済を求める全国運動は全国に広がるような被災者支援の団体、そして当事者、また反原発運動の方々、そして政教運動といったさまざまな団体が連携しながら原発事故に対応していこう、被害者の救済を求めていこうという目的のもとに全国運動を展開しております。今日は12万筆以上の署名が集まり、この集会の後には国会への請願行動を行います。ぜひとも皆様、それまでですね、一緒にお付き合いいただければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のこの全国運動への連帯の挨拶として、日本消費者連盟の富山陽子様にお越しいただいております。富山陽子様からご挨拶いただきます。おはようございます。日本消費者連盟の富山陽子です。今新緑の季節の真っ只中、旧暦で言えば小満、小さく満つると書きますが小満の節気です。本来なら命がこの爽やかな5月の日差しに輝き、花々や虫たちや獣たちや、そして私たち一人一人も輝きを放っている季節です。しかし2011年3月11日の私は犯罪的人災と言い切っておりますが、あの原発震災による過酷な事態っていうか、あってはならない事態はこの日本列島の爽やかな季節を怪我しています。にもかかわらず政府や電力会社、そして原発推進団体とも言うべき、いわゆる原子村に集うというか、たむろしていると言い切りましょう。たむろしている輩はまるで原発事故がなかったかのように今再稼働うんぬんなどで躍起になっています。原発輸出も目論んでいます。このようなことは決して許してはなりません。加えて原発震災によって暮らしも命も奪われた、もっと言えば福島という豊かな風土を奪われた人々の悲しみや苦しみにそ知らぬ顔です。今政府はそれらの方々への補償を打ち切ろうとしていますが、これは私たちこの日本列島に生きる者として、それ以上にこの地球上の一角の大地に生きる者として決して許してはならない暴挙だと考えます。子どもたちの甲状腺がんの数もますます増えています。にもかかわらず県民健康調査の検討委員会の星ホップ座長は、現時点でも多い少ないと議論する段階にないが、放射線の影響とは考えにくいと言い放っています。では一体何の影響によるのですか。明らかにすべきではありませんか。私たちの前にきちっとした証拠を突きつけてはっきりさせてください。生活の不安に加えて健康への危惧を抱えながら暮らしている人々の心情は計り知れない。そのご心情を誰が受け止めてくれるのですか。日本という国家ではないのですか。私たちは一人一人この日本列島という大地に生きている主権者ではないですか。
死刑者を踏みつけにする国家、それを牛耳っている安倍政権は退陣すべきだと私はあえてここで言い切ります。私たちこの日本という社会に共に生きる者として一つ一つ私たちの決意や希望を実現させていく取り組みを積み重ねていきましょう。今日私たちがここで集った取り組みもその大きな一角を占めていると思います。12万人の署名、12万筆余りの署名が集まっています。でもその12万筆の署名の他にもっともっと人々の思いが積み重なっているということを私たちは確認し合いたいと思います。見えない、聞こえてこない人々の思いこそがとても大切なのです。私たちは行動を積み重ねることによってその人たちの思いを一つ一つ実現させていく、それこそが真っ当な人々が真っ当に生き抜ける社会を築く元になるのではないでしょうか。私は田中正造さんをとても敬愛しています。田中正造さんの言葉で結びたいと思います。1912年の6月17日の日記に書きつけられていた言葉です。真の文明は山を荒らさず村を破らず人を殺さざるべし。私たちは共に世界の人々と手を携えて真の文明を築いていこうではありませんか。そして今この行動もその一角を占めている大切な行動だと私は考えます。これからも共に生き抜いてまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。日本消費者連盟の富山陽子様から全体のご挨拶いただきました。それでは今回の署名に関するですね、今の課題についてそれぞれの立場からの現状報告をしていただきたいと思っています。それでは住宅問題についてママレボの吉田千也さん、吉田千也さんにお願いいたします。ママレボの吉田です。今日は区域外避難所の住宅問題についてお話しさせていただきます。その前に、今日お配りした資料の中に、7ページになるんですが、お母さんたちから寄せていただいた声を昨日エスターさんの方にお送りして印刷してもらいました。本当に昨日の朝私ここでお話しさせていただく場があるので、よかったら声を寄せてくださいということで、直接知っているお母さんですとか SNS でつながっているお母さんですとか、あと LINE のグループにちょっと入れていただいて、お母さんたちのやり取りの中で呼びかけたんですけれども、本当に切実な声が書かれています。で、中に住みたいって言ったら低学年の男の子のお子さんが生きていればいいことあるよって励ますエピソードがあります。で、それを寄せてくださったお母さんは匿名ですけれども、普段すごく明るいお母さんです。で、私はそれを読んですごくショックを受けました。普段のその彼女の姿はそれをとても想像がつかない言葉だったからです。なので本当にすごく追い詰められている状況があるということは知っていただきたいなと思います。で、今日私がここで話することは住宅の話なんですが、一番伝えたいことは細かいことはさておき、今回の朝日新聞に5月17日に出た区域外の避難のお母さんたち、お母さんだけじゃないですけど、区域外避難の方たちの住宅の供与をあと2年で打ち切るという報道がありました。で、その問題は命に関わる問題だということを一番伝えたくてここに立っています。私今日印刷していただいたのはなぜかというと、
本来私ここに立ってお話ししてますけれども、本当はここに来て訴えたかった、声を届けたかったというお母さんが本当たくさんいらっしゃいます。で、声を上げられない、上げたいけれど上げられない理由というのはこっちにちょっと書いたんですが、まず子育て中であるということ、本当に未就学児のお子さんを抱えているお母さん、毎日分刻みで日々の生活に追われています。そういった中で本当に困っているんですということをなかなか伝える、こういう場に住むことも難しいという現状があります。で、母子で避難してたりすると頼る方もいません。知人も普段頼りにしてた実家も遠く離れて生活しているので、本当にたった一人の子育てをしています。で、もう一つが経済的に困窮している、二重生活している方たちっていうのは、やっぱりお子さんを軽くするために働いているお母さん多いです。パートですとか、もちろん正社員で働いている方もいます。そういう方は本当にこういった場には当然会社で休んだり、パート休んだりしてることできませんし、そもそも横のつながりを作るような交流会に参加することすらできないという方もいて、本当に今も孤立している方はいらっしゃいます。実際に埼玉で本当に今年やっと同じ立場の方に出会いましたっていうお母さん、本当に10人ぐらいいます。パラパラと連絡いただくんですけれども、本当にそういう状況なんですね。で、常がもう自立してもいいだろうっていう言葉ですね。2年経ったんだから、もうそろそろ生活再建できているんじゃないかと投げかけられる言葉っていうのは、ものすごく暴力的だなと私は思います。そう言われてしまうとやっぱり声を上げられない。ちょっとここにも書かなかったんですけど、自分だけが避難してしまって申し訳ないっていう罪悪感を抱えているお母さんがたくさんいるんですね。で、その上にさらに今自分が困っているということを主張していいんだろうかっていうふうに考えている方がすごく多いです。本当はそうじゃないんですけれど、いや困ってるし原発事故もそうだったんだから言っていいんだよって言うんだけど、それをやっぱり言っていけないんじゃないかなとか自分で抑えちゃうかすごくたくさんいます。で、さっき自立っていう言葉暴力的だなと思うって言ったんですけど、それはなぜかというと、区域外避難している方たちの現状っていうのは本当にそれぞれバラバラです。で、避難の負担っていうのはちょっとずつ違うとは思うんですけど、大体似たような負担、大変な負担をされていますけれども、それにそれぞれが大きく違う個々の事情が加担されていて、今一人一人の現在地って本当に違うなっていうのを私は近くで知って感じるところなんです。で、それで、それにもかかわらず、その包括的に今回この報道があったように住宅の支援を打ち切りますっていうのは本当にあってはならないことで、で、11年間災害問題にずっと関わってこられている弁護士さんで、つくしむ先生っていらっしゃるんですけれども、5月の2日に仙台の方でも一人一人を救う法律を作ろうっていう、そういうお話されたんですが、その方がやっぱり阪神・淡路大震災の時でどうだったんですかってちょっと電話して聞いたんですね。で、まず最初に圧倒的に数が違う、桁が違うって教えてくれました。で、今回朝日新聞の報道では3万6000人というふうに言われてますけど、正確な数字というのは実は、分かりません。2万5000人ぐらいではないかっていうのもあるみたいなんですけど、とにかくその大震災の時と数が違うというふうに言ってました。それからこんなふうにこうバサッと切りますよっていう、こう包括的なものではなかった、それぞれこう状況が違うっていうのを少しずつ見ていたようなことがあったと思うよっていうふうに話してくれました。で、聞いてはいけない理由なんですが、
まず最初に避難を続けたい子どもの当然だと思います。子どもの被爆を避けるためにとにかく避難をしているので、まだ女性が住んでないんですという方もいらっしゃいましたし、あと通学路まだ心配なんですということもあります。でそこが、一番大事なところなんですけど、次行きます。2番目は、戻る場所がないという方、今日お配りした資料の中で打ち明けてくださっているお母さんもいるんですけれども、離婚された方結構いらっしゃいます。でそういった方はやっぱり戻る場所がありません。それからもお父さんも避難してきたという方、そういう方はお仕事をこちらで避難先で探して一家で避難していると戻る場所はないです。であと家もありましたという方やっぱり実際いらっしゃいます。で3つ目、これすごく大切なんですけれども、子どもの学校の問題なんですね。避難のストレスというか、例えば本当に原発事故直後6回も7回避難先を変えて、お子さんの精神的な面ですごく不安定になってしまったっていう、今日書いていただいたお手紙の中にもそういうことを教えてくださっているお母さんがいるんですけれども、実際に私もこの間の埼玉で地震があったんですよ、何日か前に。であの時にその埼玉でつながっているお母さんたちのメールリストに、皆さん大丈夫ですかっていうメールをちょっとお送りしたんですね。でそうした時にやっぱりすごく怖かったってメール飛び交ったんですけど、個別のメールで私の方に送ってくださったお母さんが、実は子供をカウンセリングを受けてるんですよって教えてくれました。今もしかしてやっぱりいろんな子供の心の問題を抱えているっていうのがあって、でそういう子供を守りたいと思って避難したお母さんが、次にさ健康をしますけども、できるだけそういうのを避けたいっていうのが大変だと思うんですね。今回のメールの受託をしているってことで、それを考えざるを得ないっていう方がすごく多いんです。あとはもう一つは、受験を実家を控えているお子さんたちのお母さんが、もう2年後にちょうど高校受験なんですってお母さんにお話を伺ったんですね。どこで生活をしていたら子どもの受験の落ち着いて受験の勉強ができる環境を整えてあげられるんだろうかってすごく悩みました。で最後は命の問題なんですけど、昨日そのメール送ってくださいって私急に朝言って、で皆さん避難のお母さんたちで仕事されてたり、日中子育てしていたり、はい、大変な中に夜中に間に合わなかったメールを送ってくださったんですね。でそのお母さんのメールをちょっと読み取ってください。いわきから江東区に避難しているお母さんです。現在の心境ですが、朝日新聞の記事を見てまた最近不眠症になりました。やっと生活が落ち着いてきて、子どもたちの情緒不安定感の詰め込みもなくなり、学校、都会の環境にも慣れ、学校の友達もできました。震災後、離婚したので今住居がなくなったらと思うと、私自身年齢的にもこの先の生活が不安でたまりません。自主避難者のママたちと話をした時、東京に避難してから子どもと死のうと思った、他の何人かのママが言いました。え、私だけじゃないんだ、みんな同じ思いで苦しんできたんだと思いました。子供を抱えても震災のストレスと避難生活のストレスをまだ抱えています。原発の爆発がなかったら避難なんかしていません。大好きな海、山がある、いわきもなかったって言ってくださいました。本当にその住まいがなくなるっていうのはすごく本当に命に関わる状態だと思います。時間がないので問題点は何かというと、本当に責任の所在が不明なんですね。で報道の発表があってから電話で問い合わせをすると、とにかくトラウマが示されます。で市町村が、もう県が消えます。
県は国と協議します、国は福島県も決めますと言います。でこれは毎日新聞の4月4日なので、本来東電が払うべき家賃の賠償というか、東電が払うべきなんですけど、それ今の国側も肩代わりしていて、で東電は自主避難者の家賃を払いたくないというようなことを言っているそうなんですね。でそれは東電が支払わないから今回のような自主避難を打ち切るよみたいな話になるのかなという本当に無責任な話だと思います。で実際の住宅を打ち切るとなった時にやっぱり受け皿が必要だと思うんですけれども、今の受け皿として用意されているのは全く受け皿としての機能を果たしていません。でそれは公営住宅、簡単に言うと公営住宅に移れというような話なんですが、家賃が発生するのと、それから、まずその公営住宅に入居できるような環境というのがなかなかないというのがあります。倍率がすごく高かったりするんですね、都心なんかは。そうするとやっぱりもう帰らざるを得ないとか、全く全然違うところに行かなきゃいけないというような現象があります。でごめんなさい、これは今日お配りしたやつを抜粋したものです。で最後に、本当に問題が複雑化していて、被爆だけの問題、もちろんこれ根本的な問題なんですけど、生活の問題だけにしちゃうと県民と、シングルマザーの人たちと同じじゃないみたいな言い方されちゃうんですね。本当は原発事故のせいなんですよ。だからすごく問題が複雑化していて、丁寧に当たる話を聞いてもらいたいなと、特に公聴会とかを開いて一人一人が違うという状況をきちんと把握していただけたらなと本当に思います。でもう一つはやっぱりその、区議外避難、自主避難という区域がどんどん広がっていく、でこれからこういう住宅の距離を打ち切られていくという問題はどん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 広がっていくんじゃないかと思います。すいません、大幅に時間をすいません、そうです。ありがとうございました。ママレボの吉田千也さんからの報告でした。ママレボはですね、先日和夫情報流通促進賞を受賞されています。ぜひ皆さんご覧になってください。それでは次に雇用の必要性について福島ポカポカプロジェクトの矢野恵子さんからお願いいたします。こんにちは。FOE ジャパン福島ポカポカプロジェクトを担当しております矢野と申します。雇用を私が話すっていうのは本当に恥ずかしいぐらいの知識なんですが、今日勉強してきたことも含めて話させていただきます。私たちはこの美しいかけがえのない地球を取り返しのないほど汚してしまいました。先人から受け継いだ美しい地球を子供たちに託すことができませんでした。私は 3.11 の時たい焼き屋さんでした。こんなことをしている場合じゃないと思いながら2年経って FOE ジャパンに入りました。福島の子どもたちを何とかしなくてはと思った中で FOE を選んだ理由は、直接雇用プログラムをやっていくこと、そして皆さんとネットワークを組んで政府や東電に提言活動をしていたということで選びました。でポカポカプロジェクトは最初皆さんもご存知の通り、避難する権利というのを一生懸命皆さんと戦ってまいりました。ところがどうしても避難する権利を勝ち取れなかった妊婦の人、お母さん、小さな子どもたちをなんとか線量の低いところに週末だけでもということで週末保養を土湯温泉で始めました。それから、2013年から、猪苗代でポカポカプロジェクトを開催しています。この地図で見るようにちょっと近い距離なんですが、猪苗代の周りには少し線量の低いところがございます。福島ポカポカプロジェクトは働いているお母さんや兄弟が多い家庭、それから小さい子と兄弟の年の離れている家族に今、人気があって、猪苗代で年に7回開催しております。子どもたちは本当に走り回ることが仕事です。もう何のプログラムを用意していなくても子どもたちは思い切って走り回っています。子どもたちがこうやって異年齢で過ごすこと、南房総では、年に2回なんですが4泊5日で小学校高学年中学生を対象にポカポカをしておりますが、こうやって異年齢で子どもたちが過ごすことによって、子どもたちは昔の裏社会と同じようにリーダーになる素質を培っています。今リスクをたくさん持ちながらも
この子どもたちが将来日本のリーダーになっていくと私は確信しています。保養にたくさん来ている子どもたちはそういう意味でいろんな勉強や、普段都会の子どもたちができないようなことをしています。本当に猪苗代の自然の中でひたすら遊ぶ子どもたち、私たちの保養 の一番の特徴はみんなで自炊してお母さんたちと子どもたちに手伝って食事を作ります。九州からお野菜を支援していただいたり、生活プラス福島さんからも応援していただいて、安全安心な食生活をしています。この時に一緒に作りながら添加物の問題だとか腸内細菌を、活発化させる、免疫力を上げるということを一生懸命話しています。でその後夜は大人の交流会を開いて、いろんな地元の小児科の先生や児童精神科の先生の健康相談会も開催しています。お酒も飲みながらお父さんたちと話すこともあります。実はポカポカをやっていてお母さんたちの足を揉んだんです。そしたら20代後半や30代前半のお母さんたちの足がまるで更年期を迎えたおばさんたちの足のようにとってもむくんでいることに気がつきました。これはやっぱりお母さんたちの運動不足なんです。犬の散歩を短い時間にしたり車で移動したり、それでお母さんの元気がなくて免疫力が下がっているとどうしても家庭の中が暗くなります。このお母さんたちは本当に、生きること、そこで暮らすことを余儀なくされているお母さんたちを相手にヨガの教室や、福島で開催しています。ちょっと全体のことを考えますと、チェルノブイリ法、5年目にできたチェルノブイリ法では5ミリシーベルト以上のところは避難の義務があります。で1ミリから5ミリシーベルトは避難の権利を持っています。そして1ミリシーベルト以上を汚染地域と呼んでいます。実際はウクライナでもベラルーシでも当初1ミリシーベルト以上と言われていたんですが、少し線量が下がって今現在 0.5 ミリシーベルトぐらいのところでも汚染地域と呼ばれていまして、保養の権利を子どもたちが持っています。これは、汚染地域に住む子どもたちが1年に3週間保養をする権利です。ウクライナでは現在15万人中、対象者が15万人中の5万人、ベラルーシに至っては15万人中ですね、15万人中10万人以上の子どもたちが28年経った今でも保養に、3週間を過ごしています。一方日本では暫定的に20ミリシーベント以上を避難指示区域にしただけです。保養の権利を持っていません。保養が必要であるという認識を国は持っていません。2013年、これ神戸大学の学生さんたちが集めたデータで4000人から5000人の子どもたちが保養に出たと、言われています。それで日本全国で多くの保養団体が資金不足や人的不足で保養を断念することがあります。ただ新規受け入れや北海道や関西では頑張って新たに保養を受け入れる、団体も出てきています。本当に今日署名集めていただいた中にもありますが、子ども被災者支援法の基本方針で唯一小さい勝ち取りが文科省から降りた野外活動交流事業としての3億6千万円でした。これは皆さん ご存知かと思いますが、私たち市民団体が頑張れば助成をもらえる仕組みですが、昨年度1000件中申請1000件ぐらいあった中で NPO が市民団体が勝ち取ったのはたった8団体です。ただその同じ額3億6千万もう1年出してもらえる、これが国がどんどんに、雇用を認めていく第一歩として考えたいと思います。これが収束しないように頑張りたいと思います。これは雇用以外に、福島の子どもたちを応援するのに助成金が出た例です。これはちょっと今日雇用関係だいぶ飛ばします。で雇用のあり方、何しろ雇用が必要であるという認識で、子どもたちが少しでも線量の低いところに行くという認識が必要です。そしてまたこれは希望する人たちだけじゃなくて全ての子どもたちに機会をということが必要です。国や福島県に訴えていく、そして私たちができることを続けることです。
今日はちょっと時間がないのでスピードをアップして飛ばしましたが、先ほど千谷さんが言われた通り、避難したお母さんたちも非常に後ろめたい気持ちで暮らしていらっしゃる。実は福島に残ったお母さんたち、そしてやむを得ず帰ってきたお母さんたちもすごく後ろめたい気持ちで生きています。もし万が一子どもの健康に何かあったらどうしよう、子どもの精神的に何かあったらどうしようと思うお母さんの気持ち、お父さんの気持ち、これは避難先に行ったお母さんたちも残ったお母さんたちも同じように苦しんでいます。自分の選択が間違ってたんじゃないか、将来何度となく思い返すと思うんです。ただこれはそのお母さんやお父さんが思わなければいけないことではなく、私たち社会の責任だと思います。本当に軽くはできません。でもこれからも寄り添って一緒に歩んでいきたいと思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。福島ポカポカプロジェクトを行っている FOE ジャパンの矢野恵理子さんからの報告でした。矢野さんにはこの全国運動の事務局としても大変な様々な作業を担っていただいております。ありがとうございます。それではこの場に、国会議員の川田隆平議員が到着しましたので、国会議連の川田隆平議員からご挨拶いただきたいと思います。皆さんこんにちは。今日は本当に皆さん全国からお集まりいただきましてありがとうございます。今日の本当にこういった機会を通して、また皆さんの思いがですね、やっぱり国会にしっかり届くように、私もぜひ国会の方でしっかり頑張っていきたいと思っています。現在、子ども被災者支援法の方がですね、先ほどの報告にもありました通り、なかなか機能していないと、特に基本方針の内容もですね、非常にこのしっかり実行せられるものになっていないということの批判もありますけれども、でも本当に私自身もですね、この薬剤援助を通して、この子ども被災者支援法のような法律を作って、何よりも裁判をやらなくても、この子どもたちが安心して、特に健康の面で、このしっかり安心して生活をできる、それだけの保障をしっかり貸し取るべきだという思いでですね、今回この法律を作らせていただきました。ぜひこの法律を使い倒して、ぜひこの法律にこういうことが書いてあるということをですね、ぜひ国会議員にも、新しく国会議員になった人には、なかなか子ども被災者支援法それ自体が知られていないという方もおりますし、ぜひこういった法律があるということをさらに広く多くの人に広めていただきたいというふうに思っています。それから今国会はですね、なかなか今日から NHK でも放送していますように、平和安全法という、とても中身と一致しない、戦争法案といっている話もありますけれども、安全保障の法制がですね、今議論されていて、本当に国会の中はですね、今そういった法律、さらには今日成立をしてしまいましたけれども、持続可能なという名前がうさんくさいという話もありますけれども、国民健康保険法の改正案が今日成立をしてしまいましたけど、私は大変、これ成立させること、大変とても、賛成できる法案ではないと思っておりますけれども、そういった法律、それからこれから労働法制なんかも、重要広範な法律がもう次々と出てきてですね、今厚生労働委員会でいるとですね、とても安全保障の法制に関われないぐらいですね、本当に今忙しい国会の中で、本当にこの子ども被災者支援法の法それでもなんとか議連をなんとか動かさなければいけないということで、今日役員会も開いてですね、ぜひこの法律についてしっかり実行させていくための仕事もしていかなければいけないと思っています。そのためにはですね、本当にこの法律のことを理解して、本当に法律を動かすために一緒に動いてくれる国会議員を増やしていただくということをぜひ皆さんに協力していただければと思っています。で、本当に党は関係なく、本当にこの法律をやっぱりしっかり動かしてほしいという人は、福島の人もそうですし、福島以外の人たちにやっぱりぜひしっかり働きかけていただきたいなと。政府はこの福島だけの問題にしてしまいたいというところがあると思いますし、それから福島県の方も、もうこの問題はないんだということで、本当にこの福島県も人を返したいと、要するに全国に避難している人を避難をやめて福島に戻ってきてもらいたいということから、例えば仮設住宅の みなし仮設の問題もですね、これも打ち切りにするんではないかという話もありまして、明日にも
政府から工事提言が、発表されるということですけれども、まあ、本当にこういった意味で、まあ、本当に今そういう状況としては大変厳しい、状況ですけれども、まあ、ぜひこういった問題をですね、やっぱ引き続きやっぱこう皆さんが取り組み続けることでしか、こういった問題というのは誰も解決してくれない問題ですので、まあ、ぜひ私たち自らがやっぱり取り組み続けなければ、こういったことは変わっていかないということで、やっぱりぜひ今後も、ぜひ皆さんに引き続き、一緒に頑張っていただきたいというふうに思っています。本当にこういった意味で、まあ、ぜひこの、先ほどお話ししましたように、やっぱりこの見出し仮説の問題などもそうですけれども、まあ、ぜひ今起きていること、まあ、特に福島県以外のやっぱりそういった議員の人たちにやっぱりしっかり働きかけていっていただかないと、まあ、それから世界にですね、やっぱりぜひアピールしていただきたいと思います。やっぱりこの台湾がですね、今食品の輸入を止めたりとか、まあ、本当にその食品の安全性の問題などもですね、これはしっかり他の国ではやっていることが日本ではできていないということが、まあ、常にできてきてますので、そういう意味ではやっぱりこういった問題は世界の方がやっぱりしっかり取り組んでいるところは取り組んでおります。過去の例もあります。そういったことをやっぱりしっかりと見て、ぜひ日本国内だけにとどまらずにやっぱこういった問題を訴え続けることをやっぱり引き続きやっていくことが必要だと思っていますので、よろしくお願いします。今日本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。川田隆平議員からご挨拶いただきました。国会の方でもしっかりとこの、今日の声ですね、受け止めていただきまして審議をしていただきたいと思っております。今行われている安保法制などに、紛らわされないような形でこの原発事故の被害者の救済についてもしっかりと審議をしていただきたいと思っています。それでは次に、立法の必要性について、重要性について、福島市から京都府に避難をしているこの全国運動の共同代表でもあります宇野彩子さんから報告をお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は立法の必要性についてということで、私は何の専門家でもないので、詳しいことを言うことはできませんが、私が福島市で被災しまして、その避難をし、4年以上が経ち、一当事者の立場から今この立法、改めて立法ということにかけている思いを共有させていただければなと思います。川田議員さんが本当に素晴らしい他の仲間と共に作ってくださった原発事故子ども被災者支援法、もうすぐこの6月で3周年を迎えることになると思います。法律ができたときに本当に私たち避難者、それから被災者は非常に一筋の光を見るような思いでおりました。その後皆さんもご存知の通り、この法律が、事実上抹殺されるような形で被災者の支援というのはまだ本格的なスタートすらしていないという状況があります。その中で先ほどから話があるように、区域外避難者の住宅支援の打ち切る方針や、それから避難区域、避難指示の解除の方針というのが早くも出されています。今国やそれから、その方針に追従する行政というのは本当に私たちを未踏の地に連れて行こうというふうにしているっていうふうに感じています。今まで本当に無責任で利己的で愚かな原子力政策によって、私たち福島県民のみならず日本のに住む私たち全員をこのように未曾有の核災害の中に放り込んだこの日本という国ですけれども、今度は被爆をしながら、被爆を静かに受け入れながらそこで暮らす、事故現場の隣で暮らすということを強要し、被害をの拡大を防ごうとするのではなくって、被害を予防するということもなく、なおかつ被害が出た場合に切り捨てるという、そんな世界に私たちを連れ込もうとしているのではないかなと感じています。先日FOE ジャパンさんの呼びかけ
がありまして、1週間ほどベラルーシに行ってきました。チェルノブイリ事故から29年が経とうとしているベラルーシで、今もなおたくさんの子どもたちが、雇用に出かけています。その子どもたちは事故のあった時に子どもだった人が大人になり親になり産んだ子どもたち、それから事故後に生まれた人たちが親になり産んだ子どもたち、そうやって世代を超えた事故の影響というのに向き合い続けている姿がありました。事故後に生まれた若い お父さんお母さんが、健康の、不調を抱える子どもたちを抱えて、新たに移住をしたという家族にも会いました。本当にこの核災害というものの長さというのは長いというふうには聞いていましたけれども、本当にそれがどれだけのことなのかというのを少し感じることができたと思います。このように世代を超える被害が予想される中で、私たちは人々、私たち自身を、それから私たちの子どもや子孫を守っていかなければなりません。チェルノブイリの事故はご存知の通り、事故が起きてから3年間は旧ソ連の下で非常に秘密主義で国民には知らされることなく3年間が過ぎたという経緯がありました。その後汚染の実態が明るみに出、民衆の人々が、それに対して怒り、必要な支援を求め、本当に全国的なデモや集会がたくさん開かれ、リクビダートルなどの人たちをリーダーとして、チェルノブイリ法という法律が事故後5年後にできたという経緯があったと思います。私たちも今事故から5年目を迎えています。今私たちは子ども被災者支援法という法律をすでに理念法として持っています。ぜひこの理念法のもとに実際私たちが本当に必要としている、世代を超えて必要とされるだろう雇用や避難の支援、住宅を中心とした避難の支援や、それから医療や健康問題に関する支援というのを新たに立法をしていかなければいけない時期だというふうに思っています。現状はとても逆風の中で大変だと思いますが、今私たちがやらなければ本当にこれからの子どもたち、その先の世代の人たちにへの責任を果たすことはできないのではないかと思っています。今日は私たちが呼びかけました原発事故被害者の住宅健康雇用支援の立法化と完全賠償の実現を求める請願書面12万筆以上の方々にご協力をいただきまして本当にありがとうございました。これをまた私たちの新たなスタートとして、必要な立法を立ち上げ、政府の無責任な政策というのを跳ね返していきたいというふうに思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。全国運動共同代表の宇野紗英子さんから立法の必要性についてを訴えていただきました。それではこの署名用紙ちょっと今下げさせていただきまして、請願行動のためにですね、準備をさせていただきます。それでは次に帰還促進について今進められようとしています。この問題について FOE ジャパンの水田環奈さんからご報告をお願いいたします。皆さんこんにちは、 FOE ジャパンの水田です。私の方からはですね、帰還促進とこの一連の住宅供与打ち切りですか、賠償の打ち切りのこの流れですね、これについて、ご報告させていただきたいと思っております。ご存知のように避難区域がどんどん解除になっています。でこの動きはですね、もう2011年から始まっています。2011年には田村市の宮古市の30キロ圏、川内村の30キロ圏が解除になり、2012年12月には、伊達市小国地区の1つの解除地点が解除になりました。そしてですね、2014年になってこの動きはさらにどんどん加速しまして、田村市宮古市の20キロ圏、川内村の20キロ圏、そして12月には南相馬市の特定避難勧奨地点が、
住民の強い反対にもかかわらず解除になりました。で、例えばこれは田村市の宮古自治区ですね。で、ここ住民の方々の仮設にお伺いしましたが、解除されてしばらく何年も経っているのにまだ住民の方々は帰れずに仮設暮らしをされている方がたくさんいらっしゃるんです。つまり、避難区域が解除になってもいろんな事情で帰れないんです。特に若いご夫婦はですね、もう帰らないという決意を固めている方も多くいらっしゃいます。で、年を取った方もですね、いろいろなその帰ってもその病院が開いていないですから、インフラの事情とかそういうこともありまして帰るに帰れない状況です。こちら伊達市の大国地区ですね、特定避難勧奨地点が解除になりました。ところが指定の時もいろいろひどい事情があったんですが、ここは割愛いたしまして、解除の時は本当に住民説明会すら開かれなかったんです。で、対象世帯のあるお母さんはですね、私はニュースで知ったっていうふうに言いました。本当に住民説明会すら開かずに一方的に測定し一方的に解除する、一体どういうことなんでしょうか。そして南相馬市、昨年12月特定避難勧奨地点が解除になりました。南相馬市の皆さんはすごく明確に反対の意思を示されました。他の川内村や田村市、宮古市や伊達市の皆さんも反対されたんですが、南相馬市の皆さんはそういう過程を見ていたんですね。で、あるから東京に2回来て、政府に直接反対の意思を伝え、かつ、12月に開かれた住民向けの説明会では発言した人が全て明確に反対の意思を示されました。皆さんすごい勉強していらっしゃいます。ステージ2解除の時には住民の理解を得ることということだったじゃないか、家の中でも空間占有率は 0.8 マイクロシーベルトもあるという等々、非常にこう具体的な事例を挙げて反対の意思を示されたんです。で、この住民説明会の最後にある区長さんが、無理を通して道理を引っ込めるのか、住民の声を聞いて解除するのが民主主義というものだろうと強く言ったんですが、それでも解除になってしまったんです。で、たまりかねた住民の方はですね、先月4月、17日だったと思うんですが、この避難地点解除というのは違法である、20ミリシーベルトを基準としたこの解除というのは違法である、そして住民の声を聞いていないというのもさまざまな国際勧告とか、政府が出して文書に反するじゃないかということで国を相手取って提訴をされました。この20ミリシーベルトと問題を問う、あるいは避難の解除を問う初めての司法での戦いになります。問題点はいろいろあると思うんですが、ざっくりまとめると3つあるのかなと思います。まずこの20ミリシーベルトという基準の高さです。避難の基準も解除の基準もこの20ミリシーベルト、公衆の被曝限の20倍です。あるいは放射線管理区域の、ちょっとカウントの仕方によりますが、年 5.2 ミリシーベルトというふうにすると4倍ぐらいということになります。そして社会的合意の不在ですね。誰がこの20ミリシーベルトをいいと言ったんでしょうか。私たちが原子力安全委員会に聞いたところ、20ミリシーベルトは安全だと言った専門家は誰一人いないというふうに、原子力安全委員会2011年当時言っていました。そして当事者の 意見を全て無視していることですね。という意味で大変問題があります。で、避難指示の打ち切り、一定期間後賠償も打ち切りになります。最近の報道では政府はですね、再来年の3月までにほとんどの地域で避難指示を解除しようとしています。賠償はその1年後に打ち切るつもりのようです。そして自主的避難者向けの住宅の無償供与も再来年3月までに打ち切る、避難指示の打ち切りは賠償や支援の打ち切りとやはりセットなんですね。なんとかそこら辺をごまかそうとしていますがセットなんです。この避難指示解除の持つ意味を考えてみましょう。賠償や支援が打ち切りになります。そして皆さん千谷さんとかがおっしゃったように自主的避難者の方々に非常にこう大きな圧力がかかっているんですね。社会的精神的な圧力がかかっています。そして新たに自主的避難者の方がどんどん生み出されていくんですね。政府指示の避難ということで、避難された方が自主的避難者になります。
そして原発事故の被害がなかったことになり、復興に一直線というそういったストーリーになってしまっています。ぜひ皆さん、共に声を上げてこういった流れを断ち切っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。満田環奈さん、 FOE ジャパンの満田環奈さんから今の現状についてのご報告いただきました。それではこれからは原発事故被害者の当事者の置かれている現状についてそれぞれの方からの報告をいただきたいと思います。まずは富岡町から神奈川県に避難をしている坂本健さんにお願いをしたいと思っております。こんにちは。丹波郡の富岡町から神奈川県の議員の一人坂本健と申します。今日はまあ、今の流れの続きになりますけど、南相馬道路二重撤回訴訟ということでちょっと、話をしてみようと思います。はい。この20ミリという基準ですね、毎時 3.8 マイクロシベルト、まあ、これはもうそもそもこれを今後の世界基準にしてはならないということがまず一つあります。ですと、当社の100ミリでしたけども、時間の経過に従って、線量その基準というものをですね、引き下げていっているという状況が、あります。ですけれども日本の場合はこの20ミリというのがずっと続いたまんま、本来ですね1ミリまで近づけるということですので、それに取り組まなければならないんですが、それがまだできていないので、その基準を今後、原発事故が起きた場合においても基準として採用して、まあ、再稼働に持っていこうという、そういう目論みが見えています。で、まあ、2020年東京オリンピックということで、まあ、お尻は決まってるんですね。それに向けていかにして避難者の存在をかき消していくかということで、まあ、進んでいるこの状況があります。その中に、まあ、住宅の問題が今、目の前に解除解除の打ち切りというようなことが出てきています。以前あの前知事佐藤雄平知事ですね、まあ、国道6号を聖火ランなどにルートにしていくようなことをおっしゃいましたけども、この画像の通り本来、原発で作業をなさっている方中でさえもちゃんと防護して、食事はもちろんここで生活するなんてことはもってのほかだっていう、そういう地域であるにもかかわらずこのような、なんて言うんでしょうね、非常に無謀なことを、まあ、進言なかったということもありました。この数値ですけども、で、本来福島この木見えますかね、黄色いラインの長さというのは、まあ、4万ベクレル、これを超える地域、放射線管理区域にあたる。でそこでの、原発作業員の装備というのはこういう装備をしてなければならないけれども、今現状普通に日常生活を送らされているという状況ですね。まあ、これ道路についてちょっと過剰反応だろうなということがありましたけれども、いわばその今自主的になってされている人たちというのはこの20ミリ勝手に決められた基準によってこういう状況に追い込まれている。でもともと基準というのは国民の公衆疑惑というのは1ミリだった。その問題をこうテーブルに上げなければならないですし、それ以上の汚染地域から避難をする避難している人たちというのは決して自主的なのではなくて、当然の避難の権利を持った人たちが避難をしているぐらい、それをいかにして社会的認知というふうに、認めていただけるような状況に持っていけるかということなんだと思っております。私は警戒区域内ではありますけれども、まあ、これを基準にするということは、まあ、国民にとって今後次の世代までずっと続いてしまう恐れがありますので、なんとかここで皆さんと踏ん張って、1ミリというものを、まあ、私たちの手に取り戻す必要があるだろうなというふうに考えています。どうもありがとうございます。ありがとうございました。神奈川県に避難をしている富岡町から避難をしている坂本健さんから今の現状を話していただきました。次に伊達市から札幌市に避難をしている宍戸貴子さんからの報告をお願いいたします。皆さんこんにちは。福島県伊達市から札幌の方に避難を自主避難をしています宍戸と申します。よろしくお願いします。札幌市には、北海道には現在2500名登録されているだけで2500名の
避難者がおります。そのうち1400名ぐらいかな、今札幌の方におりまして、私はつい先日までその中でも、自主避難者の集まる、住宅の自治会代表をしておりました。2011年からずっとずっと自主避難者のお母さんとコミュニティを立ち上げて生活を続けてきました。よく自主避難者はわがままな人たちだと言われます。福島にたくさん人が残って住んでるのに、あなたたちは国の言うことを聞かずに避難した、みんな我慢してるのにあなたたちは勝手にいなくなってしまった、あなたたちが避難することで福島県の風評被害を煽ると、そのように言われてきました。そんな言葉の中でどうして私たちは避難したんでしょうか。大事なおじいちゃんおばあちゃん、旦那さんの声を振り切って、精神の声を振り切って避難したのはなぜでしょうか。大切な友人を残して避難したのはなぜでしょうか。大好きな森や山や海や川や、その土地を振り切って避難したのはなぜでしょうか。みんな子供の命を守りたかったからです。大切な人の命を守りたかったからです。どんな悪意ある罵詈雑言にも耐えてこの4年間生活してこれたのは、子供たちの命を守りたい、ただその一心だからです。本当に避難者の皆さん、今精神的に参ってしまっています。私ずっとお守りみたいに携帯首にぶら下げているんですけど、これはお母さんたちの SOS にいつでも答えられるようになんです。真夜中にも父とさん助けて、どうしたらいいか分かんない、具合悪い、気持ち悪い、助けて、そんな声がたくさん来るんです。この4年間で救急車に同乗したことは計り知れません。このような状況で2017年の3月で住宅支援の打ち切りという話が出て、宍戸さん、私眠れない、これからどうしたらいいの、そういう声が聞こえてきます。もう帰るしかないのかな、でも帰りたくない、そういう声がたくさん届いています。私たち自主避難者には住宅支援こそが一番の政策なんです。それを打ち切られるということはとてもつらい。ようやくコミュニティができたんです。地元の人たちともつながれるようになった。一緒に夏祭りとかさせてもらってます。去年はお礼に芋煮会をやりました。元気に子どもたちは学校に通っています。小学校の先生がね、避難者さんたちがあそこにいられるように有志で要望書出したんだよ、そういうふうに言ってくれたこともありました。私たちは常にその場所に今小さな一歩を踏み出しています。もし住宅支援が打ち切られれば、あの場所に住み続けることはできないかもしれない。そうなったら本当にその時のお母さんたち、お父さんたちの精神状況が私は今とても心配でなりません。どうか住宅支援続けてほしいんです。今まで複数年の延長をずっと希望してきました。なぜか複数年あったら計画立てられるんですよ。でも1年ごとだったら計画立てられない。来年帰らなきゃいけないかもしれない。もし今働きに出てもすぐ辞めなきゃいけないかもしれない。そんな風な状況の中で、私たちは自立の道をこの1年ごとの延長で阻まれていたと言っても過言ではないんです。だからこそ、もしね、いつかは打ち切らなきゃならないでしょ。だったら2017年の3月ではなくて、あと数年、3年でも4年でも5年でもまとめて期間を示してほしいんです。
みんな、なんとか頑張って自立しようとしてます。180世帯いたうちの団地、今90世帯まで減ってます。それは、もうしょうがなくて福島に帰った人たちもいます。頑張って福島で生きていくからって、笑って帰っていった人たちももちろんいます。でも、もうね、宍戸さん、札幌で生きていくから、避難者じゃなくて移住者として、生活者として頑張って生きていくから、そう言って自立できる人は自立していってるんです。いつまでも避難者の立場でいることに私たちだって良しとしていません。今残っている人たちは本当に本当に頑張っても、それでも住宅支援の延長がなければ困る人たちなんです。本当にここ数日の変化が目まぐるしくて、私たちの声を上げるその行動も追いついていません。私がここでお話をさせていただいても、まだまだ北海道の避難者の動きは鈍いような状況です。皆さん、どうか力を貸してください。声を届ける手伝いをお願いします。せめて自主避難者、もう私実は富岡町の出身なので、警戒区域の避難者さん、被災者さんたちもそうです。私たちの生きる尊厳を皆さんと一緒に守っていきたいです。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。宍戸貴子さんからの自主避難者の声、聞いていただきましたでしょうか。それでは次に、郡山市から新潟市に避難をしている磯貝純子さんから報告お願いいたします。こんにちは。郡山市から新潟市へ、娘2人を連れて2012年に避難しました。私は放射能の危険を察知して避難したのではなく、1年間身をもって体感し、ここでは住めないと感じて避難しました。何の加担もない私がここで何を発言できるのだろうかと迷いましたが、借り上げ終了の報道や今の現状を一人のお母さんとして不安や悲しみ、怒りを持つ新潟にいる仲間の気持ちと一緒にお話ししたいと思います。避難してやっと人間らしい生活を手にした1年間は、地震のことを心配し、精神的にあまり仕事ができる状況ではありませんでした。でも2年経つ頃、主人だけの収入ではあまりにも生活がきつく、避難者交流所の紹介でパートを始めました。周囲の仲間も徐々に働きに出る人が増えて、なんとか自分たちでやっていくという雰囲気がありました。避難した仲間といると心が落ち着く一方で、避難者ではない普通の人と過ごしたり、職場に慣れていくことが自分も普通の人に戻ったみたいだなと嬉しく思いました。先日は以前より少なくなった収入と二重の生活にかかる増えた生活費、主人や頼れる人のいない全ての役を母である私が全部背負わなくてはならないという大きなプレッシャーが、新しい学校で友人になれ、楽しそうに過ごす子どもたちを、笑顔があれば何でも頑張れる気がしました。震災当時5年生だった長女が今は今年高校受験生です。年子の娘がいるので、また来年も受験生を持つことになります。ずっとこのまま住宅支援が続くとは考えていませんでした。ですが次女が中学を卒業する時まで、その時までで借り上げ終了と先日の新聞報道を見て愕然としました。今の収入でこれからさらに家賃を払っていくなど到底無理なことです。いずれ引っ越しをして家賃の安いところを探すとしても、高校を選ぶ上で住める地域の選択が厳しくなることにことは目に見えています。郡山にあるうちをいよいよ手放す決断もしなくてはなりません。私たちはいろいろな我慢をしてきました。さまざまな選択を迫られてきました。そして国や県の決めたことに理不尽だと思いながらも、自分なりの生活を守り従ってきたのです。借り上げ住宅という小さな箱の中で、安全だと言いながら、直ちに健康に影響がないと言いながら、なぜか首からガラスバッジを下げ、鼻血の出る我が子を連れてやっと避難することができたのに、借り上げ住宅を終了するので帰還してくださいと、線量の10倍も
100倍も高くなってしまった避難元へ戻れとはあまりにも酷ではないでしょうか。娘たちが幼い頃から知り合いだった避難の仲間が新潟から郡山へ戻っていきました。今年の3月にもまた一人戻りました。理由は高校受験するためのお金がきつい、高校へ入れてからの生活が立ち行かないという理由でした。避難中も働き、周囲の子どもと同じように受験させたいと、どこの親でも同じように思うことが避難生活を諦めざるをえなくなった理由でした。同じ母子避難同士支え合ってきたつもりでした。放射能に対しても危険を十分共有してきました。それなのに帰る選択をした私にごめんねと言って戻っていった彼女たちはどんな気持ちだったのでしょうか。暮らしていた土地を放射能で汚され、勝手に安全の基準を変えられて、元に戻すでもなく安全ですという、住むことも避けることも自由なはずなのに、唯一の住宅保障を勝手に終了するつもりの国と県、本当に勝手です。勝手すぎます。ずっとずっと保障が欲しいわけじゃない、いつまでも避難者でいればいい、いつまで避難者でいればいいのかと思うこともあります。大人10万に満たない賠償にも従ってきたではないですか。今回の突然の打ち切りは私たち自主避難者を甘く見ているのでしょうか。私たち自主避難者が生活を立て直すまで事故を起こした加害者が、そして国が保障すべきです。どれだけ子供を守るお母さんたちに頑張らせるの、どれだけ一人残るお父さんたちを追い詰めるの、一人一人の小さな怒りの声が県や国にとって大きなダメージとなっていくように、母の私にできることをしていきたいと思っております。今日は参加させていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。磯貝純子さんからの現状のお話でした。本当に加害者責任ということについてきちんと私たち自身も認識していかなければならないのではないかと思っているんですね。なかなかこの東京電力また国に対しての加害者の責任が追及されているとは全く言えません。こういった追及を続けている、次にお話しいただくのは武藤瑠衣子さん、福島原発告訴団の団長の武藤瑠衣子さんから被害者団体の連絡会ができたという報告をいただきたいと思います。それでは武藤さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ちょっとお時間をいただきまして、3日前に行いました、福島県の二本松市というところで行いました原発事故被害者団体連絡会設立集会の様子をお話しさせていただきたいと思います。今避難者の方々のお話を皆さん聞かれていたと思うんですけれども、非常に原発事故の被害者たちが今避難している人たちも、そして福島県に残っている人たちも追い詰められた状況になっているんですね。で非常にそういう厳しい状況の中で、被害者たちがやはり今まではですね、たくさんの支援者の支援を受けながらようやく声を出しているという状態でしたけれども、みんなでつながって、やはり被害当事者が大きな声を出していかなければならない、そういう時期に来たのではないかと思います。去年の11月に福島市で原発事故被害者集会というものを行いました。その時は被害当事者団体や、それから弁護団ですね、弁護士の皆さん、それから支援団体と30団体が集まって、その被害の実態をお互いに聞き合うという集会を開きました。でその集会の後にですね、やはりこのつながりをなくさないで被害者同士がつながっていこうという声が上がりまして、半年間準備をして、そして原発事故被害者団体連絡会というものをようやく設立することができました。今はですね、当事者団体が10団体、そしてオブザーバー団体として、もちろん当事者なんですけれども3団体、全部で13団体、約2万人が参加するという大きな組織となりました。被団連というですね、略称被団連というふうに決めました。私たちの目標は1、被害者への謝罪、そして2、被害の完全賠償、暮らしとなりわいの回復、3、被害者の詳細な健康診断と医療保障、
被爆丁寧策の実施、4、事故の責任追及という4つの目標を掲げています。なぜその被害者たちが集まって声を出すことが大事かといいますと、一人一人はささやかな存在であってもつながるということが大きな力になっていくだろうということですね。それから、お互いの困難を聞き合う、立場がそれぞれ違う避難者のお互いの困難を聞き合うことで苦悩を分かち合うことができるということがあります。それから互いを励ますことで勇気があふれてきます。そして戦う力があふれてくるのではないかと思っています。そして、私たちは、被害者手をつなごう立ち上がろう原発事故被害者団体連絡会の設立宣言というものをしたんですけれども、そこで最後に、私たちはこのようにまとめました。私たちは諦めることをしません。口をつむぐことをしません。分断されバラバラになることをしません。私たちは手をつなぎ立ち上がります。そして全ての被害者の結集を呼びかけます。という言葉で結んでいるんですけれども、実際に被害者団体を立ち上げましたけれども、これから具体的にどのような目標をどのように具体化して運動していくかということを、これから定期的な会合のもとに決めていきたいと思っています。そして私たち被害者当事者だけではなくて、さらなる支援、皆さんのご支援、それから他の運動とのつながりを作っていかなければならないと思っています。この前の被害者集会設立集会の時に、最後にこういう手をつなぐというこういうプラカードをみんなで出してつながっていくということを誓い合いました。これからも被害者たちは自ら声を上げようと今必死になっております。今日も本当に勇気を振り絞って話をしてくださったお母さん方がいらっしゃいました。この声を皆さんが支えて大きくしていただくことをお願いしてご報告といたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。福島原発国訴団団長の武藤瑠衣子さんから、先日立ち上がりました5月24日に設立集会が開かれた被団連の報告をいただきました。ありがとうございました。今日はいろいろと資料がお配りされていると思いますので、ぜひこの資料をよくご覧になってください。さまざまな署名用紙なども入っております。またお配りしている資料の12ページにですね、放射能から子どもを守ろう関東ネットからのこの連帯というか賛同、のですね、これはメールで来ているんですが、こういったものも来ています。ちょっとだけ読み上げます。原発事故から丸4年が過ぎ、関東汚染地域から声を上げますというタイトルでのこういったメッセージが寄せられていますので、ぜひこの関東からの声についてもしっかりと受け止めて、私たちが今から何をすべきかを考えていきたいと思います。それではこの全国運動共同代表のもう一人の共同代表であるいわき市議会議員の佐藤和義から、まとめの挨拶をさせていただきます。どうも皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました共同代表の一人であります佐藤和義です。今日はウィークデーのしかも午前中にこれだけの皆さんが全国から駆けつけていただきまして本当にありがとうございます。今本当に当事者の方のお話、特にその16年度で東仮設住宅の打ち切り、支援の打ち切りという問題が出ておりまして、それに対するやっぱり心の奥底からもですね、叫びの声を皆さんお聞きになったと思います。命の問題ということで、被爆を避けるということで多くの母子避難、あるいは一家を挙げての避難があったわけで、今もあるわけです。それを生活の根幹、命綱を断ち切ろうという今回のまさに攻撃であります。こういうことを私たちが法治国家の中で許していいのか、法治国家ということを私も本当にこの震災原発事故以来多く言葉の端に挙げているんですけれども、
日本が今や統治国家ではなくなりつつあるというのが実態であります。戦争立法の特別委員会が今日から始まっておりますけれども、今この国家の暴走に対して市民社会がはっきりと解決していけるのか、日本という国の市民社会というものが本当に成立しているのか、あるいはそこにおける民衆の力というものが成熟しているのかということが、まあ、対極的には今問われているんだろうと思います。それは戦後70年間の私たちの民衆の一つの歴史のエポックメイキングにもあると思います。ちょっと違うような話をしているかもしれませんけど、そのような歴史の中で今私たちの位置があるんだろうというふうに思います。この原発事故被害者の救済を求める全国運動は、昨年のあるいは一昨年の全国的な第一次署名をやりまして、20万筆弱を集めました。そして第一次の請願行動を起こして国会の方に請願をしたわけですけれども、これが実質上無視されたような形になっております。これは審議未了というんじゃなくて審議に上げないような現状だったんですね。それでまたそれにもかかわらず今回多くの選挙関係の皆さん、そして市民団体の皆さん、全国の皆さんが立ち上がって第2期のこの署名運動を展開してきたわけであります。住宅、健康、そして保養、さらには完全賠償、これ本当に喫緊の課題であります。これを国会が取り上げずして国民の代表と言えるでしょう。私たちは今からまた請願デモで議員面会場ですね、12万3455室のこの本当に血の出るような国民の叫びを伝えていきたいと思います。どうか皆さん、この戦いはここで終わりません。終わりません。実際原子力マフィアの元にあるこの国の政府、そして官僚は自民党の復興加速化本部の第5次提言という形で16年度に自主避難者の命綱であるみなし仮設住宅の支援を打ち切り、17年度で避難区域指定の解除を行い、さらに18年度で賠償を打ち切るという、4年後になりますが、4年後にはこの原発事故がなかったことにされようとしているというのが現実であります。この現実を直視しなければなりません。つまりは2020年度のこの東京オリンピックまでにはこの我々被害者などはいないという現実にさらそうというのが今の原子力マフィア、そしてその元にある政府、そして官僚の我々国民市民社会に対する攻撃です。これを私たちは粘り強く負けないで、手をつないで、いつも言うように足を引っ張らないでですね、この局面、この3年一生懸命全国で声を上げ続けたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は今からまた頑張っていきましょう。よろしくお願いします。全国代表共同代表の佐藤和義から挨拶をさせていただきました。これからですね、請願デモに向かっていくんですが、この日比谷図書館を出たところに、カンパ袋を持った、先ほどここで発表されました矢野さんですね、オレンジ色の服を着てます、矢野さんが立っています。今日は来ていただいた避難者の方々の交通費などをちょっとですね、集めさせていただければと思っていますので、ぜひお気持ちで結構ですので、矢野さんの袋の中に、ちょっとこっそり入れていただければと思っております。そしてですね、デモのですね、説明についてデモの担当の上松さんからお願いしたいと思っております。今日ですね、集まりました署名数、先ほど佐藤和義の方から報告申し上げましたが、12万3455室と
というこの大きな数の署名が集まっております。こちらを持ってまいりますので、ぜひ、皆さんの方から設定の説明をお願いいたします。時間がありませんので簡単に説明いたします。スタート時刻が12時5分です。ですので、ここが終わりましたら、立ち話もそこそこに、追加してください。原発事故被害者の声を聞け。原発事故被害者の救済を求める全国
ります。歴代総理秘書が、そして議員者の集まりです。今日はこれから国会に請願を届けに行きます。12万3455室の請願が、署名が集まりました。原発事故被害者が人権を持って、特権を持って生きることができるように、住宅支援を打ち切るな、賠償を打ち切るな、そして健康医療費の補償、雇用の国家制度としての雇用の確立、そういったことを求めていきたいと思います。今日はですね、札幌から、また新潟から、京都から避難者の方々が来ています。郡山からも、岩手からも、福島市からも、全国各地から避難者、そして支援者が集まっています。福島に残る人も本当はもしみんな一緒だと思うんです。原発事故で被害を受けているのはみんな一緒です。子どもたち守りたいのも一緒です。だからみんなのためにここにいる皆さんで声を上げていただけたらと思います。よろしくお願いします。集まっていただいてありがとうございます。たくさんみんなまだまだ言えてないことあると思うんですが、事実を知っていただいて、みんな多くの人に知っていただいて、この声を国に届けていきたいと思っております。皆さんご協力ください。よろしくお願いします。皆さん今日はありがとうございます。12万以上の人々の協力を得たことが本当に私たち避難者にとって本当に心の励みです。ここに来れない避難者のお母さんたちもたくさん、行きたくても来れない人たちもたくさんいます。その人たちとも一緒に、それから故郷で頑張って子育てをしている人たち、一生懸命復興をしようと本当にみんなでもがいている中だと思いますけれども、そういった人たちの気持ちも一緒に歩いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あと忘れてならないのは福島だけではないということですね。福島の近隣にもたくさん、悩んでいらっしゃる方、被害を受けているいらっしゃる方、本当に日本全国私たち全員が当事者だと思います。そういう気持ちを込めて聖火デモを出発しましょう。まもなく時間です。はい、時間です。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ出発してください。じゃあ皆さん、相談でも出発です。ご通行中の皆さん、私たちは原発事故被害者の救済を求めて避難所を出発します。会社の皆さん、全国から
じゃあ、コールしましょう。被害者の声を聞け。
土地がきれいになったわけではないので、周りの考え方だけは変わってしまったので、もう現実を見るのが嫌になった、忘れてしまいたくなった。だからこそ、それが子どもたちのマスクをして防御するということもせず、外に出て普通に遊んで、マスクをかけたいお母さんは孤立します。子どもたちの健康を守りたい、それだけなのに、健康という言葉だけで、子どもの、小さい子どもの健康が害されようとしております。この間もまた交通センターの子どもの数が増えていました。都内の方は関係ないですか？一言ですか？福島の子どもたちだけがこんな思いをすればいいですか？現実をもっと見てください。現実をもっと信じてください。悲しむ子どもたちがたくさんいます。見て見ぬふりをする大人たちのせいで、子どもたちが被害に遭っています。もっと知ってください。子どもたちに寄り添ってください。私たちが子どもの頃遊んだような、そんな土地はもうないんです。気をつけて遊ばなきゃいけないくらいのそんな場所になってしまったんです。大人の責任じゃありませんか？もっと事実を、現実をよく見てください。楽しいことだけじゃない、辛いことが福島にはまだまだたくさんある。東京だからじゃない、同じ日本人として、もっと子どもたちのことを考えてください。国交中の皆さん、私たちは原発事故被害者の救済を求めて請願デモをしています。私たちが求めるのは5つ、住宅支援を撤回するな、健康・健診を全ての子どもたちに保障しろ、そして完全賠償のための仕組みを作れ、雇用のための国家制度を作れ、原発事故被害者、人間として生きる尊厳をみんなで確立しようじゃありませんか。原発事故は終わっていません。事故をなかったことをするのはやめてください。原発事故被害者の声を聞いてください。じゃあ、ホームをやりましょう。はい、みんなの声でお願いします。住宅支援を打ち切るな。命綱を切るな。命綱を切るな。避難者を継続せよ。住宅支援を継続せよ。全ての人の健康を強化をせよ。
それを兵糧攻めにして帰還させようとは何事ですか。
戦争立法の中で審議の中で本当に今日は皆さんおいでいただきましてありがとうございます。今日は私ども原発事故被害者の救済を求める全国運動の請願署名123,455名の署名を持ってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。特に今日は、自主避難者の方の北海道に福島から避難している方、京都に避難している方、新潟に避難している方、これが17年の3月で打ち切りというような方針が出されようとしておりますので、命綱を切るようなこのような無謀周知をしないようにぜひとも先生方の方からご理計らいをお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。一言避難者の方からお願いします。子ども被災者支援法、すごくいい法律だと思います。この中には成立にすごく関わってくれた議員さんもたくさんいると思います。どうか自主避難者、まだ生活再建できません。原発避難が指示されているところも全然何も通じておりません。賠償の延長、自主避難の、住宅支援の延長、どうかよろしくお願いします。どうか皆さんのお力を貸してください。よろしくお願いします。その子どもたちを大人の勝手な法律で元に戻すようなことをしないでください。ぜひ安全な場所で住み続けられる権利をどうか福島の子どもたちに、困っている子どもたちに寄り添ってください。本当に本当にお願いします。健康になりたいです。健康で育てたいです。ぜひください。皆さん、今日は本当にこんなにたくさん温かく迎えてくださって本当に励みにしています。本当にありがとうございます。福島、それから放射能汚染を被った地域はまだまだこれから何年、何十年とその被爆との戦いが続くと思います。そのような中で今自主避難者の住宅支援打ち切り、それから避難区域避難指示解除ということが出てきていますけれども、本来であれば原発事故子ども被災者支援法のもとに住宅、健康、それから雇用に関して新規に立法をし、本格的に原発事故被害者の支援が始められなければならないのだと思います。チェルノブイリ事故後のウクライナ、ベラルーシ、ロシアが身を削るようにしてやってきて今も続けている、それと同じ、またはそれ以上のことを私たち日本の大人が私たちの子供にしてあげたい、そんな思いでおります。そのためには議員さん、皆さんの力が本当に必要です。私たち避難者、それから被災者もこれからどんどん声を大きく上げていきたいと思っています。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。民主党の新井聡です。あれから4年経ったんですね。あの時すぐ私たちは超党派で自民党も公明党も含めて、子ども被災者支援法という法律を作ったんですね。自主的に避難した人も、それから残った人も差別なく同じような権利を享受しなければならないという、そういう意味の法律です。最近の自民党はその超党派でやったという、そのことを意味分かっているのかどうか、ちっとも積極的な動きがない。これからもこの議連は超党派の議連で、私今議連の会長やってるんですけれどもね、議連の会長として頑張りますんで、これからも応援してください。どうもありがとうございました。
ご苦労様です。日本共産党の高橋千鶴子です。比例東北ですので、本当に福島の皆さんとの何度も声を国会で届けてきました。避難する権利を国会で取り上げて、自主避難者の支援も訴えてきました。今ご挨拶した荒井会長のもとで議員連盟、本当に超党派で作って、法律も作ってきたんです。それを本当に現実のものにしなければならないと思います。今政府は原発が収束していないのに、とにかく帰れ帰れと、帰る一人だけ支援をする、そしてそうじゃない人には支援を打ち切る、こういう姿勢であります。とんでもありません。皆さんと力を合わせて頑張ってまいります。今日は本当にご苦労様です。大変ご苦労様です。社会民主党で政策審議会長を務めております衆議院議員の吉川はじめでございます。先ほど少しお話ありました、今まさに我々は戦争法案と呼んでおりますが、審議がスタートしております。いろんな事態が出てまいりました。存立危機、ということも政府は言っております。しかし日本が存立危機になったのは、あの4年前のあの事故がまさに存立危機だったわけです。その教訓を全く忘れて保証を打ち切る、その先に何があるのか、再びまた原発を再稼働させよう、そういう動きを私は絶対許してはならないと思っております。私文科委員会ですので、保証の問題も何度か取り上げました。とにかく東電は早くやめたい、政府も、早く覆い隠してしまいたい、そういう動きを何度止めていくためにも、これからも皆さんと一緒に頑張ってまいります。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。この請願書面は2年前に引き続いて2回目になります。しかし依然として、先ほどお話ありましたように、原発事故も収束しておりませんし、この子ども被災者支援法の理念も実現されていない、ましてこの住宅の支援の切り捨てである、あるいはさらに健康調査についても削減され、雇用もですね、制度化されないという現状がずっと続いておりまして、被災者は本当に苦しんでおりますので、今後とも国会議員の皆さん、そして議連の皆さんを中心にしまして、よろしくご支援を賜りますようお願い申し上げまして、請願の構造にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。またこのプレートを先頭にしてまいります。路上の方にお願いします。あと控室の方にお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、
やめろと国会議員で言ってください。国会議員の皆さん、今日は郡山から福島市から岩木から札幌から新潟から京都からたくさんの原発事故の被害者の皆さんが見えています。ここ東京にも6000人以上の原発事故の避難者の方々が苦しみ悩みながら暮らしています。原発事故避難者の住宅支援を打ち切るような役割はやめてください。この被災者支援法の理念を実現させてください。避難した人も住み続ける人も帰還する人も全ての原発事故被害者が健康に人間らしく生きる権利を認めてください。住宅支援を打ち切らないでください。時間を強要するような真似はやめてください。検診の拡大をお願いします。雇用を国家の制度として認めてください。検査にも子ども被災者支援法の理念を実現してください。住宅支援の拡大をお願いします。時間を強要しないでください。ありがとうございます。私たちは検査支援法の立ち上がれる方、自立できる方は、やっぱりもう避難者の立場というのを超えて、生活者として生きていけてます。
ください。私たちは自立できます。自分の力で絶対に歩いていける。だからこそそれまで力を貸してください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。福島市から京都に避難をしております。京都にも福島、東北、関東各地からたくさんの避難者が暮らしています。放射能の汚染との戦いはあと3年で終わるはずがありません。これから何年も何十年も、もしかしたら100年以上かかるかもしれません。それはチェルノブイリ事故後の戦っている国々を見れば分かることです。29年経ってその長い年月の中でどれだけの命が落とされたことでしょうか。どれだけの人生が破壊されてしまったことでしょうか。私たちは今やっと5年目に入っています。原発事故もまだ収束していない中で、私たちは本当に私たちの故郷のこの国の未来である子どもたちを守りたいと願っています。住宅支援、雇用、それから医療支援、これらは本来であれば皆さんが作ってくださった原発事故子ども被災者支援法の理念の下で新規立法をして本格的な原発事故被害者の支援が始められていなければならないのだと思います。私はそれを諦めようとは思いません。この国でそれができないはずがありません。チェルノブイリ事故後、大人たちが力を振り絞ってやってきたこと、それを日本で私たちはそこに学びながら、もっと良い方法で子どもたちを未来を守っていけると思っています。そのためには皆さんの、議員の皆さんの力が必要です。本当に今日は温かく受け入れてくださってありがとうございました。これからこれをスタートにして、ぜひ今後長く続く原発事故との戦いを共に戦っていけたらと思っています。今日はありがとうございました。それでは皆さんから一言ずつ、皆さん、被害者の救済を求める全国集会に結集をされた皆様方、本当にご苦労様でございます。先ほど署名をお預かりをいたしました。紙の中に住所と名前が書かれているということではなくて、一人一人の皆様方の生活とこれからの生き様が書かれているのだと思って、確かに受け取らさせていただきました。私の隣におります委員の方は福島選出の益子議員でございますけれども、同じような思いを胸にしながらの活動をこの数年間続けてきたと思っております。私自身は福島の隣の茨城の選挙区、育ったのはいわき市の隣の北茨城市というところでございまして、先ほど言われた地域、六号国道やあるいはそこにつながっている太平洋の海で何度も泳ぎました。常磐線は未だに全線の開通ということにはなっておりません。そのような中でもう少しで皆様方の住まいそのものの問題が大変大きな話題になってきている、課題になってきている、そのこともお聞きをいたしました。私どもの県は実は皆様方の3.11 の前の約10年ほど前に JCO という不良の事故が起こりまして、その時には原発事故そのものによって亡くなるという方も出たようなことがございました。その後の風評被害を払拭をしたい、あるいは本当にこれから何かあった時に直ちに退避をするのか、あるいはうちの中に留まっているのか、その計画は本当に自治体だけで作らせていいのか、などなど皆様方が思っているその問題について
と取り組まなければいけないだろうと思っています。先ほどのお話にありましたように、私たちは自立ができるんですという、その言葉のしっかりとした熱を政治の場で取れるように、しっかりと皆様方の声も聞かせて頑張ってまいりたいと思ってございますので、今日の皆様方の報道が無駄にならないよう頑張っていくことのお誓いを申し上げまして、民主党を代表してのご挨拶を伺います。本日はどうもご苦労様でした。どうも皆さん、お疲れ様でございます。維新の党の真山隆一です。今署名を受け取りました。ずっしりとその重さ身をもって感じております。福島から全国各地散らばった本当に遠方からも今日はご苦労様でした。私たち国会議員はですね、皆さんの命と生活、これを絶対に守っていかなければならないということで、これからも全力で戦ってまいりますので、ぜひ皆さんからもですね、ぜひ意見、いろんなことをお寄せいただきたいというふうに思っています。風化させてはならないというふうに思って私は取り組んでいきたいと思っています。どうぞ皆さんと一緒に戦ってまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。日本共産党を代表して福島出身の、倉林が一言激励したいと思います。先生もう少し内側に減っておいてください。原発事故さえなければこんな被害に遭うことはなかった。これが今でもずっと続いている思いだと思います。一体事故を起こしたのは誰だったのか。あの東電であり、そして国こそ加害者ではなかったのか。加害者は賠償を打ち切る、そんな資格が一体どこにあるのか。元の福島を返せ、子供たちの未来を返せ、皆さんと一緒に団結して完全賠償を貸し取るまで頑張り抜きます。共に頑張りましょう。生活の党と山本太郎と仲間たち、共同代表の山本太郎と申します。東京の電力のために皆様には本当に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びさせていただきます。そして政治の体たらく、被爆のことはほぼ語られないような状況になってきた。作業員の被爆は語られても、20ミリの地域に返される人々の被爆、そしてホットスポットの近くに住む方々の被爆はほぼ語られない。食品の安全の基準はどうなんだ。根拠なんてないんですよ。安全だって言われる田中俊一さんも言ってました。100ベクレル1000ベクレル食べ続けて安全だって言われる臨床データなんてない、根拠なんてないって。全ては金のため、既得権益にまみれた政治の中で皆さんははっきり言って切り捨てられた存在。でもあなたが切り捨てられたということは、私たちも切り捨てられたということ、これをもう一度政治の中で取り戻したいと思います。今ここに参加されている政治家の方々は本当に心ある方々です。もう一度この方々と一丸となって、この国の生命財産、この国に生きる人々の生命財産を守るということを国会の場で大きく声を上げていきたいと思います。これからもつながってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは一旦これ持ち帰ってまた。それで今、各地に避難している自主避難者のですね、このみなし仮設住宅の切り捨てが喫緊の課題に一番なっておりますもんですから、これについてはぜひ国会で取り上げていただきまして、継続あるいは新たな立法措置含めまして、ぜひとも前進させるようにお願いしたいと思います。それとですね、これ子ども被災者支援法、これに基づいて本来は全て、施策展開されるべきものですが、これがないがしろにされておりますものですから、子ども被災者支援法に基づいて、被災者の声を聞く公聴会をぜひ今国会中に開いていただいて、なんとかできないかというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。では開幕式に向かいますので、対決の方を作ってください。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。また来ます。頑張りましょう。
します。はい、国会議員の皆さん、国会議員の皆さん、私たちは日本の被害者の権利と復興のために皆さんを応援します。それでは復興者通ります。それでは戻ってきるようによろしくお願いします。政治の前から福島、東日本だったり北海道の日本国であった人も会場で民主党
共産党、社民党、維新の党、生活と山本太郎の仲間たちの皆さんに、協会議員になっていただきまして、船会社名提出するということで、交流をあの場でですね、こちらの方からも被災者の皆さんから自主避難されている皆さんを中心にお話を差し上げまして、議員の皆さんからも励ましの言葉やあるいはこれからの国会審議での決意を受けました。はい、じゃあ流れていきますね。そういうことで流れていきたいと思います。でこれから私ども手分けして各議員の控室に宣言署名の実際のものを渡す作業をやりますので、この作業を終わってから私どもは撤退しますが、皆さんはここで流れ解散でございます。またこの運動は続きますので、先ほど申し上げましたように、この3年が大きな節目になりますので、この3年ちょっと息切れしないように健康に